高額報酬などの問題で社長らが辞任した産業革新投資機構の前身の政府系ファンドでも経営陣の報酬は年間最大9000万円を超える規定になっていたことが分かりました。経済産業省が開示した資料によりますと前身の政府系ファンドでも。 代表取締役の固定給が事務時間並みのおよそ2300万円でこれに業績に連動した分を加えると年間最大9000万円を超える報酬になっていました一方、産業革新投資機構の1億円を超える報酬について経産省は自ら提示しながら一部報道された後に却下しましたが実は前身のファンドでも高額報酬を認めていたことが分かりました。 これについて世耕大臣は高いという意見はあるが規定に基づいて払わざるを得ないと話しています。